きますよはい三二一、ほいオッケー、はい夏でございますけれども<い>、えー、毎日<い>あのアイスクリームとか食べてらっしゃるんですかやっぱり食べてないです,すスイカは食べます <laughs> えマジで何て俺今年まだ食べてないよえスイカって食べないのまだ食べてない。まだ食べてない スイカは涼しいですよ、ね。ライスよりスイカの方がなんか涼める感じですまあ、ね、それは確かにね。ちっちゃい頃からスイカは夏の風物詩よね。ねどこ行ってもスイカが出る。うちは、まあ、トウモロコシは食べてる。うん、栃木だから、ですね。物詩、スイカ、エスイカ、枝豆。枝、うん、豆は涼しくはないが、<laughs> まあ、なんか夏の風物、ねまあ、ビールのおつうまみだからね。うん、あとはキュウリかな。 きゅうりねきゅうり、トマト夏って言うと暑すぎ、夏って言う塩つけて食べるああえうわ、丸ごとってことでしょそうそうそうきゅうりは味噌で丸にザブっとつけてかくっっていうのもなってたら冷やしといてていうかさ、田舎ではさ冷蔵庫で冷やすんじゃなくて水、流れ水の中につけたらあれでかなり冷えるよねそう、ほら

うん糸組み上げで町の水道じゃないのうちってだからあのねすっごく美味しいよ。サプヒーね。冷たいし夏は冬はぼちぼちあったかいし。うん。ど水いいですよね。いいねやっぱね。今水道の水なんか絶対かげないでしょ。飲めないのは当たり前だけど匂いでダめでしょ。もう。 宇都宮あたり行って、うん、まあめったにないけどこうトイレとかでさ手を洗うってあるじゃない、うん、水道の水じゃんあれってでさやっぱちょっとこうカルキとかの匂いがきついんで、うん、まあまあその後アルコール消毒でガーッて手を拭いちゃったりするけど、うんうん、<laughs> そうそうそう井戸水いいね井戸井戸水いいよやっぱ引っ越してくる <laughs> 絶対いいよね、山山中中、とか。山の中えまあ、海のそばも俺はちょっと憧れはしてんだけどね,ね実はそれは本当にあの海が見えるとこの家の、ね、話ねうちは近いけど見えないからねまあえ <laughs> 君んちってさ、うん、高いんでしょあれ屋上とか行ったら上がれないのか屋上って屋上上がれないんですよあ上がれないのか、うん、上がったら見えそうだけどねなんか多分見えると思う、うん、ねえ ああそうか、やっぱ高いとこ必要だよなでこの辺まで来ちゃうともう塩の香りとかも一切しないからああまあまあ、ね、全然海の近くにいる気はしてないよ <laughs> おお<ー>、うん、でも山でもないっていうい今度でもさ N 版持ってんだからさ、うん、なんかこのその何ていうのちゃんとこの中でお茶できる車じゃん、うん、要は。うん 行ってさ海岸にこ止まってさあやややりたいんだけどなんと海風吹かれながらとかいいじゃんこの辺の海ってその砂浜とかに車入れないんですよ、うん、あそっか禁止なんですか一切入れないんですよそのあの漁業の人たちの漁港とかなら入れるけど、うん、止めちゃ基本いけないじゃないですか茨城の海とか千葉の海ってさもうどこでも止めれるじゃない海のそばにそうだね <laughs> うん、確かに確かに基本的にはそれが基本的にどこもダメみたいなうんうん、うん、まあその辺さなんかさちょっとこうヤンキーな人いるからさ、うん、なんか OK にしちゃうとさ無法地帯になっちゃうんじゃないな、ね、多分そういうことがあってできなくなって。<laughs> だろうねあと,あとやっぱ観光地、ね、その海の観光っていうので湘南地区ってねそれこそ,その三浦半島からずっとこう続いてるあれがあるんだろうからう基本鎌倉葉山鎌倉藤沢茅ヶ崎平塚大磯この辺りまではその海辺に車止めれないですよ。あ まあ今地名を聞いていく限りなんていうんですかねまあ僕がちっちゃい頃から行ってた茨城の海とはなんとなくブランド力が違う気がするので、うん、ね味が浦とは違うねそれをあ言っちゃったほら言っちゃったほらでも俺はあっちの方が好きだけどねやっぱり <laughs> なんかあそ,そういうの育ってるかですかね、うんうん、なんだろう 何やっても良さそうなあの感じね怒、うん、<laughs> らないというかさただ石が多い、ね、そうだよね、うん、こっちは砂だからね,ねこの辺はね、うん、そうだよ綺麗だもん、うん、ねいいよね <laughs> <laughs> いや今日ってこういう話でいいの違う <laughs> 今日は清水さんがあのー、スピナート っいうスピナート j. P. っていうサイトを運営してるじゃないですか。やってます。はいすやってます、やらせていただいてます。ね、はい、ありがとうございます。あれどういうつもりでやってんのか。どういうコ魂胆でやってんのかっていうのはちょっと <laughs> ういう。<laughs> 聞きたたあのさ。うん、悪い人みたいじゃん、それ言い方。ね。魂胆 <laughs> とかさ。<laughs> なんか裏側にこう腹狂うものがあるっていうのは、暗に言ってるよね。なんかね。感じ悪いね。<laughs> 感じ悪いね。って。 確かに見た目こんなだからね腹黒く見えやすいかもしれないけどちょっと誠実にやってらっしゃるんですよねそうですよ真面目ですよ真面目やってほじゃあその魂胆を聞かせてもらいたいなと思ってだから魂胆いい方いい方いいいい方いいでしょだ真面目にやってらっしゃるのは分かってるんでっぱながらいじってんじゃねえか 感じ悪いな <laughs> <laughs> その辺をねあの出しちゃってほしいんですよね皆さんに伝えちゃってほしいなと思って、うん、本当はこうなんだよみたいなスピナーとね、うん、あの要はなんていうのあの要はミュージシャンの人がやっぱ一番多いんだけどあれのを買ってる人ってちょっと待って先にサイトを見てみましょうかあありがとうございます、ね、これですよというのをちょっと見せまくだこれですよというこれですねはいトップページじゃないな これ,これこれこれこ,のサイトこれがスピナートでございます、はい、でまあえっ、ー、とまあアーティスト紹介と、うん、あとはなんかあの連載記事のまあ掲載っていうのをまあ基本的に日本柱でやってて、うん、まあそうだねそれが主要なコンテンツになるんですけどうん、うん、でまあアーティスト紹介の方はもうミュージシャンもいれば、えー、絵描きの人もいれば 彫刻の人もいれば、えー、文書書きの人もいればっていう<ー>、まあ、だのダンサーなんていう方もいれば、うん、舞踏家みたいな方もいるし、あのー、詩人の方もいるしみたいなね<こ>なんかそういう,こう短歌の方もいるのかななんかいろいろ今これアーティスト紹介っていうページ来たけどううこ,れこれ一人一人がアーティストなんだっけねうん、うん、そう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 これカテゴリーで見えたら面白いねああ確かにねなんかねカテゴリーしようかなと思ったんだけど、うん あの増えるのよどう考えてもカテゴリーがどんどん増える、うん、あのつまり例えばさミュージシー今言ったような、まあ、7種類ぐらいをカテゴライズしたとするじゃん、うん、とそこのどれにも当てはまらない人っていうのがパッとくるわけよはい、はい、でその都度また増やしていくことになるじゃん、うん、となんていうの無法地帯に逆に結局なるかもしれないな、ね、っていと思ってで今案内してるのはもう一番上の あのー、全文検索に、うんね、自分の,その見たい感じのキーワードを放り込めば絶対出てくるからっていう案内をしてるわけ例えば陶芸とか言ったらそうそう陶芸とか言ったら出て陶芸家いたっけな <laughs> 陶芸家いたかわかんないけど <laughs> <laughs> なんかそうそうそういうのに関係する人が出てくるっていうさうなるほど 募集中が出てそうだからいうふうに結局、ページの中にあるキーワードで引っかかるからなんかあのうん、なんかあんまり親切に作んなくても大丈夫かなと思ってて作ったのは卓人さんですけどねだって仕組みやね、サイトの仕組みやねありがとうございます運用は全く関わってないのでコンタきたたかっんですよだから、ココンタタンって言い方。これさ なんか音楽ミュージシャンサイトかなっていうようなイメージでいたんだけどもっとこう幅広いのね、うん、ってことはねううやっぱねあの何かを自分で生み出して、うん、もうそれは何でもいいんだけど生み出して、うん、えと自己表現したいっていう人だったら、うん、まあ劇団の人なんかもいるけどなんかそういう人ならこうもう、うん、本当ウェルカム誰でもどんなんでも OK。それはうん あのここに掲載してほしいっていう人がうん、うん、もしこの YouTube 聞いててそんな思った人が仮に出たとしたらどうすればいいのここのサイトから問い合わせればいいだけ、あのー、そ,このそうそうサービス紹介の中にサービス紹介、はい、サービスあお問い合わせでもいいんだけどさあの、うん、サービス紹介の中にアーティスト紹介ページ掲載希望の方々募集中っていうのがあるので。はい そ,うそこの中からそこを開くとだねあのどんなページになるよとかどんなものが必要よとか、うん、どこに送ればいいよとかそうそうでこういうことはだめよとかっていうのも書いてあるので、うん、あとはあと時々いるのがさどんなページにしていいか分かんねえっていう人がいるので、うん、それに関連する記事のリンクも貼ってあったりはしているので参考になればと。 こここういういとと、と、うん、の辺とかね。そう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 ,そうやっぱね<う>あのプロフィールをどう書けばいいかわからないとかっていう方も結構いたりするので、うん、あとはこの既存の記みたいなを掲載されてる人のこれを見てそうそうそ,う,そう,う見てくださいさっきの、ね、とこだけどねそう<で>こんな感じになるんだよと、まあ、そうそんなふうになりますよっていうから、まあ、参考にしてくださいってうんうんうん 基本はここを見てお問い合わせから一旦連絡あ直接メールねあ,あまあそれでもいいよしこれで連絡くださいよっていう、うん、そう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 なるほどなるほどいやーおかげさまで今500組ぐらいになったのかな、うんえー、掲載してる人が、うん、でほ本当いろいろな人たちがいて、うん でまあ、ぶっちゃけなんだろうなもうびっくりするぐらいすごいものを作ってる人たちがうん、うん、やっぱ世の中って名前知られてないけどいるんだなと思ってさ <laughs> なんか感動するよなんかあの、絵なんかもさ、うん、見たことのないような個性的で素晴らしい絵描いてる人もいるし、うん、音楽も,なんかもうオリジナリティの塊みたいな音楽作ってる人がたくさんいるしねうん,んと刺激になるというか。確かにこう、うん 思うところはあの音楽もそうだし絵もそうなんだけど例えば絵で言ったら何かコンクールで賞を取った人とかさ作品とかさそういう人がその後こうメジャーになっていくっていうかまあどの分野でもそうだろうけどだけどそんな取れなかった人のものを見るチャンスっていうのがさこうそこにこう何て言うのアンテナ張ってる人はさそういう展覧会とか街の何かとかそういう見に行く機会があるかもしれないけどそれ以外普通に。 それほどアンテナ張ってない人にとってはさ飛び込んでこない情報になるじゃないですかそうなんだよねそれをこう取り上げてるっていう取り方もできるわけだねそう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 ん、でそれも、えっと、やってる方が自分から載せてくださいって言ってきたら、うん、はいよっつって無料で載せてあげちゃってるっていう、うん、そうそうそうことだよ、ね、そう,そう,そう無料で,、うん、でこれサイト的にはさそそのあ、まあま登録それ 問い合わせで、まあ、掲載お願いしますみたいな切てやり取り発生して掲載してアーティスト紹介に載りますよね、うん、ここに、うん、えっとアーティスト紹介のところにその自分のものが載るわけですよね、うん、でそれ以外に連載記事って言ってたのはこここれああそうそうそれはねあの何人か連載で記事をお願いしてる人がいてこれはじゃアーティストと直接つな、うん、がってる人もいる関係してる人もいるけど うん、いるけどあ<の>関係してなくてもも,てもいいわけだそうなるほどねでどん,などんな人かってまあミュージシャン、うん、やっぱり造形のものづくりアーティスト、うん、えっと劇団の方かな、うん、今ミュージシャンが3人いるのかなうん、うん、であとはあのー だけウェブ作ってる人が1人いるでしょ、うん、あとはマーケッターが1人いるでしょ、うん、みたいな感じかえこれは依頼,、うん、依頼するのこの編集部分のから、あのー、えっとレギュラーで、うんえー、依頼してる人が、えー、数人いて、うん でその方々はもううななんていうのかな自分が書けるときにガンガン書いて送ってきてくれてで今、開いてるこれは何かっていうと、うん、アーティストの主張って言ってもう誰でも投稿してくれたらば載っけますよっていうコーナーを設けていて<ー>でこれはねあのー、書きたいっていう人が、うん、あの誰でももう別にレギュラーの編集 うん、記者じゃなくてもあの記事執筆者じゃない人でもいいあの自分の思いをもう書き殴っていただい,ていいてですそれはアーティスト紹介に掲載されてる人がそうだね,ね過去の事例で言うと掲載されてる人ばっかだけど、うん、今のツイッターなんかで募集しているのはあの例えばね えとまあ、藤田拓人っていう名前のミュージシャンがいたら <laughs> いたりす,するかもしれないじゃないですか。その例え,、ね、例えばね、うんで、その藤田拓人のファンっていうのがいるかもしれないじゃないですか、超熱狂的なファンで、うんうん、でその人が藤田拓人さんの魅力を私なりに伝えたい、もっと多くの人にって思ってあ,ありなんだ、あのー そう書いてくれていいよっていうのは言ってるんだけどまだ1個も来てないけどね、それは、うん。うん、でも,も、うそういうそのいわゆるファン目線でそりゃね、もうすでにメジャーなー例えばラル・カンシェルのファンですとかキンキ k i のファンですとかっていう方がまあ書いてくれてもいいんだけどは載っけてもまあすでにファンがいっぱいいるからさなんかそんなにインパクトないかもしれないけどそれこそ知る人と知るような。 あの方のねファンが、うん、あの私の知ってるこの人のこと絶対に多くの人に知ってほしいんだっていう熱量を持ってなんか書いてくれたらおも、ね、面白いんじゃないかなと思ってさ陶芸家だったら陶芸家はそメジャーじゃなくてもそのいい作品作ってる人のものを買ったり見に行ったりしてる人がその魅力を書きたいっていう場合ここに載せることができるわけだ。 そう私は何でこの人の作品が好きなのかみたいなことを書いてくれたら、うん、まあ何だろうねいわゆるコピーライターが書くのに比べたらはるかに熱量のあるいい心の伝わる文章を書くかなと思って。っていうねでかうこのアー,アーティスト紹介に登録さ最初に言ってたアーティストとこれはまあ一緒の人が書いてもいいんだけども、うん、そうじゃないのもあると。アーティスト登録目線で見た時には うんえー、登録してここに投稿することもできるというできることですよね。うん、でアーティストとして投稿、うん、登録はしないけどもこの記事ど載せてもらうことできますかみたいなのも対応してる,もう全然るっていうようなこと、うん、2>, 2つのは最初に言ったよアーティスト紹介と連載記事の2本柱大きくはと、うん、いうことな方が。ととあと他にどういう企画があるのこのアーティストの主張以外に。 その頼んでる人以外あとはあの何、ー、ていうのかなんだっけ YouTube で、うん、ノーバニティっていうのをやっててそこでそのなんていうかな、うん、えとメインパーソナリティっの、えー、と元 HMV とかローソンチケットの社長やって。 出たこともある野林っていうマーケティングにものすごく引いてたのその不思議な髪の毛の「うん、ゲキゲキの鬼太郎」みたいな、うん、<laughs> あのそういうのそのメインパーソナリティが、うん、まが、あ、僕と一緒に話をして、うん、でいろんなアーティストさんを紹介したりとかしていこうかというようなことをやってるっていうのはあるかなだからそこで取り上げさせてもらったりとか、うん、っていうこともあるかなこ,ここで取り上げるミュージシャンっていうのはこのアーティスト紹介に乗って いいる人はい<や>とは限らないんだまだあのそっち始まったばっかりで方針が確定してないんだけどあの多分乗ってない人もいずれ取り上げんじゃないかなというふうに、ね、今のところは乗ってる人を紹介してるもっと幅は広げていくよということ幅はどんどん広げて、まあ、基本的にあんまりノーってないんで、うん、これはだめとかっていうふうにはあんまり言ってないから、うん、だからまあ どなるほどね。まあなんかねあのん当全部にこうなんていうの通底している、うんえー、基本的なものはあの表現したい人の気持ちや姿勢とか活動は基本的には伝えますよっていうことだったりして、うんでまあ、なんでそんなことタダでやってるかっつったら。うんあの 自分がそうだったんだけどさ、うん、あの活動に行き詰まったりするわけはものづくりしてるとどうしたって<ー>っていう時にやっぱりこうヒントになるとか,、うん、なんか自分がこうやっていくこうエンジンになるようなことが、うん、あのなくて1人だけポツンとやってるとそこでやめちゃったりするじゃない、うん、なんか嫌になっちゃって。 こういったものがあることによって、あのー、自分を理解してくれる人がいるっていうことを実感してもらえたりとかだね、うん、なんかこうまたは他の人を見て自分がもっと刺激になったりとか,、うん、なんかそういうふうな場所が作れれば、あのー、そういうものづくりをする人たちの心の揺れとか、うん、そういうものっていうのが。 もっと前,前向きな方に入れていくようになって、うん、で結果的に、あのーまあ、それ自体で稼げなかったとしてもよ、うん、でもなんか、あのー、人生がもっといいものになってってそうするとクリエイティブな思いになっていくと若い頃音楽とかいうやってきた中で、うん、悩んだりこういうのあったらよかったよね、うん、みたいなことを感じてたものが今 50過ぎてこのスピナートっていうサイトでホスピタリティ的にまあそうね多少そういう場を用意してあればなみたいなうんな感覚があるってことねそれがコンタねそねんなそうそう言い方言い言い方そういうコンタでやってますよ本当好きアラマなとかして笑本当好きやラマだなすごい真面目なこと言うんだもんだって。 すっごい真面目なことをいい話す真面目にやってんだもんこれ <laughs> そのままじゃつまんないじゃないですかやっぱり、ね、そういう魂胆なんだっていうもういじりたくてしょうがないんだけどほ本当昔からだよね <laughs> 日々ってね <laughs> なるほどね面白いねこれもうどれぐらい経つっけ4年くらいになるかな結構経つよねそうそう うん、これそれは計測しているこの力もすごいよねあ,、まあ、ありがたいことにさ、うん、その掲載したいと言ってくださる方が、うんまあ、ひっきりなしに一応いるのであ、まあ、そうだ、ね、毎日毎日でもないけど、うん、まあだいぶしょっちゅう頻繁にそ,のなんていう,のそういうものが来るから。うん えそれって、まあ、ツイッターとかで言ってて、うんあ、それで知って、私お願いしますっていう人もいるだろうけど、うん、こう紹介とか、うん、っていうか、サイトを見つけて言ってきてるとか、どのパターンなの、うんで<の>あ、まあ、一番多いのは、俺が、そのツイッターとかで、うん、もう、この人、面白そうだなっていう人に声かけてたりするとか先にそのミュージシャンなり、アーティストにね。ぜひどうですかって 9割方みんななんかあのいろんな理由があってまあ興味がないっていう人もいれば逆にプロモーションの必要を感じてない人もいるしあとは今そういう活動の中でえとそういうところで紹介を掲載するようなステージじゃない人もいるしなんかまあいろんな理由はあるけど9割ぐらいはあ。のー まあいいですって話になるんだけど、うん、まあ1割ぐらいがねあのぜひぜひって言ってくれるんでんで,、うん、で材料送ってもらって乗っけるみたいなことが多いかな、うん、あとはまあたまーにあのー、自分の知り合いのバンドさんが乗ってたからとかそそ、うん、そういうあ、ね、<laughs> あそう,そう,そうあとは本当に検索したら引っかかったからとか <laughs>、うん。うんうん あの本、ー、当フリーで全然知らないところから急に見つけて乗っけてもらっていいですかとか言ってくださる方もいるかなだんだん増えてきてるそういう方がねな,なるほどね、うん、ありがたいこれはいやいやいや,いや新商品って何ああそれはねあのスピラートの えー、T シャツとか帽子とかタオルとかキーホルダーとかスマホケースとかあのリュックとか帽子とかね、うん、そういうグッズを売ってるんですよ、うん、通販でこれはスピナートブランドってことねそうそうそうで最初は、ね、あのスピナートのロゴグッズとか売ってたんだけど、うんあのー、最近やってるのがそのアーティストさんの作品とコラボレートしたグッズを扱い始めていて、うんうん、で まあ例えばあの今サイトのトップにも載ってたけど、あのシラスナカツトシさんっていうね造形の方が描いた絵をね使った使わせてもらった T シャツとかパーカーとかそういうのを売り始めたりしてて、まあ少しずつだけどね。あのそうそうそうああとねそれは違うな。サイトトップトップページそうこれかはいはいはいこれね。それがねあの。 白砂さんんが描いた絵絵。なんだけど、うん、その絵、うん、で森で出会った妖精っていう、えー、絵でそれを使った、まあ、T シャツとかタオルとかそういうものを作って売らせてもらってたりとかこういうコラボレートもねも,うもっと広げていけたらいいかなと思って、うん、紹介するだけじゃなくてその作品に関係する、うん、あれビデオが消えちゃった、まあ。グッズをね、うん、やれたらいいかなと思って。 くちゃんがいなくなったいたこれが今扱ってるあもうもそういうものコラボ商品販売っていうとこまでこうやって来てるわけだ結構5ページまであるよそう、ね、結構ね商品数は多いよ、うん、あの数自体はものすごく品目も多いし、うん、あとはさっき言った「ノーバニティっていう YouTube 番組の T シャツとかも何種類か出してるし、うん、うんうんうん なるほどね,なほどねこれの商品などこで売ってるのこれってこれこの,あのネットサイトで売ってる、ね、そっかそっかネット通販普通に売ってるだけのかうんあの受注販売なので、うん、あの別に在庫があるわけじゃないんだけど、うん、なんか最近そういうサービスがいっぱいあって、うん、<laughs> その中の1つを使わせてもらって

うん、帽子とかもねあるしへえ T シャツとか,なんかそういうのはなるほどと思うけど、うん、帽子とかまでやれちゃうんだね、うん、そうそうそう,そうすごいんだよ、うん、マグカップだのステッカーだのまあいろいろなものがあってうん、うん、なるほどまあ昔はねこういうのってさあの、うん、在庫を持たないとそれやりづらかったんだけどそ,だ、ね、作そもそも作れないもんね そうそうそ,うそれがねいらなかったいらなくなったっていうかうん、うん、だって昔さクリムゾンシャーってバンドやってる頃を、うん、T シャツ2種類作って売,り売ったというかプレゼントしたりとかしてたんだけど、うん、やっぱり結構な金かかるわけよね、うん、在庫がある程度のロットいるしっていうんでうんかそれに比べると超気楽にいろんなものが作れるから少数生産だと 単価が上がが上上っっちちゃゃううわわけけででねコストある程度数作らなきゃいけないってなると、うん、ねそれがそういうふうに考えないで作れちゃうわけだそうそうそうえじゃあこれもこれもそのアーティストなりが登録さ、うん、さしてるアーティストの人たちが例えばやりたいと思ったら、うん、その問い合わせる清水のところに問い合わせれば企画しましょうってことになるってこともう全然できるうん、うん これは基本的にそのアーティスト登録してる人コラボはいや決めてないそれもそういうことでもないよね、あのー、あくまで問い合わせってればやりたいんだけどって言ってきた人がいれば、うん、やれるっていう、うん、そ,そうそうその話の中で ついでだからアーティスト紹介もしませんっていう話になればだってメリットがあるじゃんその方がねあのせっかく物を売るんだったらちゃんと紹介もしちゃったらいいじゃないですかって言って全部同時に進めるとかも全然 OK だし今だからうちと接点がなくても別に構わない何だろうなあの何がメリットかっていうとさ こういう通販サイトを開設、うんえー、するのがめんどくさいじゃん、うん、そうだよね、うん、ぶっちゃけそれに自分ので、えー、アイテム作っそ<う>例えばやろうとしてもか数が少ないそうそうそう、ね、大量につあの種類をいっぱい作んないもんねする、うん、とサイト自体がそれしかないになっちゃうと盛り上がんなそうだしね、うん、そう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 ん、そういうのをまとめてあげれるとこともあまでってもそうそうそう でこっち側でもプロモーションするしっていうのが1点でしょ、うん、であともう1点はねすずりていう今、簡単にそういうのがあの作れる、うんまあ、通販サイトがあって俺もあのうさぎの海チャンネルではそれ利用してるんだけど、うん、あのに比べるとだいぶ利益率いいよ、これはすずりじゃないけど似たようなサービスなんだ、うん。別のサービスでやってんだけど、うん あの,売の20ぐららいは払うからうこっちは。硯だと何が売れても1点 1>、まあ、300円ぐらいしかあの利益が出ないわけだけど、うん、そ,のそれに比べるともの、まあ、によるけどあのだいぶなんていうかな利益率はいいと思うんだよな、うん、こっちの方が。だからそういう面倒くさくなくてあの出品するのはこっちでできちゃうから面倒、うん、くさくなくてさらにまあ ちょっと利益率もいいよねとか、うん、あとはプロモーション的なあの意味でも、ね、要はこっち側のサイトでもあのプロモーションするから、うん、プラスオンできるしいいんじゃないのっていう意味では、うん、メリットあるよっていうじ,じゃあそのアーティストの人たちにとってこのスピナートっていうサイトサービスっていうのは、うん、その紹介もできて作品も見せたり、えー、とすることもできて展示的なこともできて。うん で考えを伝えるあの連載記事を書くこともできて、うん、でこういうオリジナルグッズを売る、うん、作ることもできる作って売って、うん、みたいなこともできると。でとそのなんの広めていきたいって思ってるならば、うん、そ,のその一部をスピンアートで、うん、のに加入することで、えー、と得ることができちゃうわけだよね。 やってたり、少人数でやってたりするわけだから、うん、そういう力えっ、ー、と取引して力借りてみたいなのも難しいっていう人たちがここサービス入れば、そういうところ協力ができちゃうっていうことだよね。なるほどね。うん、いや長くやればやるほど意味が出てくるサイトだよね,そうだね、うん。できるだけ多くの人にね、なんかいろんな人を見てもらって。うんうん でなんだろうな、今ちょっと世間日本国内のいろんなところでのいろんなものに対する感受性のレベルが落ちてるんじゃないかと俺は思ってんのね、うん、なんかこう、怒ったり、喜んだり、なんか笑ったりとかっていう意味での感受性っていうのが、どうもちょっとこう、うん、なんていうかな、いわゆるメジャーな何かの統一されたフォーマットの上で起こっているという感じがしていて。い まあないとは言わないんだけどね、うん、まあそれでも全然いいんだけどでもやっぱりこういろんな刺激を受けながらじゃあなんでこの人こんなこと作ったんだろうとかさ、うん、なんかいろんなことを考えることによって頭がもっとこう刺激されるようになると思うのね、うんうん、そうするとその人自身にとっても脳が活性化してまあその 例えば普段の仕事でそういえばこういう別の考え方があるよねとかっていうのを発想しやすくなったりっていうことにつながると思っていてだからやっぱり感じることってすごく大事だしと思うんでねだからいろんな本当雑多なものをあえてなんかこうぐちゃぐちゃに見,せ見てもらうという方が良くてで当然見ていや俺はこれ嫌いだなって思っても全然良くてさ別に。 うんまあえて言わなくてもいいとは思うけど、うん、嫌いだってだけどその思うことは大事なことなので、うん、その嫌いだと思ってくれてもいいしでよりだったらよりいいものは何なのかって考えていけばいいと思うし、うん、っていうふうにそうすると自分が逆に発見できたりもするしっていう、うん、かそもそもスピナートに、えー、運営側が考えてるこのアーティストや文章の中身の方向 とか、うん、そういうものに制限は加えてないわけだよね。自由にいいですよっていうまあよっぽどその皇女両族、うん、<laughs> 合ってる。まあ合ってる。違反するみたいなんじゃなければオッケーだよっていうところでやるからここには本当いろんな考え、うん、いろんなものがあるっていう,、うん、いう場所なんだな。そ、ね、そうそうそう,そう,うん、うん。そこを見てなんか感じてよっていう。そうそ、ん、うそうそう。 やっぱさなんかこう多様性があった方がいいじゃんとは思ってて、うん、なんかこうねこういうのはよくてこういうのはだめだって上,、うん、上の人が決めるっていうのはどうかと思うんで、うんうん、だから正直言うとね俺の目から見てよ、うん、俺個人から見るとなんか技術的にこの人どうかなって思う人も乗ってるあのんだろうな本当なんかつい 最近、あのー、作品作りを始めたばっかなんじゃないかなって思うような人も、うん、でも乗ってるでもその人のそのそんなであっても自分はこれを出したいんだっていう気持ちっていうのは、うん、強ければそれでいいんじゃんとは思うし、うん、でそれの評価をするのはまあ俺ももちろんリスナーとして評価はしてるわけだけど、あのー、リスナーとかその、まあ、見る側としてね、うんあのー、評価はしてるわけだけどまあ 一般のの人が、ね、あのすればいいことなので、うん、好き嫌いは勝手にそれぞれがまたすればいいことだから、うんうん、だから稚拙な作品であっても好きっていう人いるかもしれないわけでそこはね俺,、うん、俺はあんまりできるる限り関わらないようにして確かになんか最近の世の中ってその多様性とか言ってる割には、うん、なんかこう絞り込むのを好きだよねと思って感じること多いんだよね。 結局そこからはみ出るのはダメみたいな言えませんとか表示しませんとかんか多様性って言ってる場合にそういうことしてるから逆にこのスピナートはもう多様性だけでいくっていう判断はそれぞれしてくださいよっていうことよねさっきのカテゴライズそのアーティストのカテゴライズも本当はされてるんだけど見る側としてその。 例えばここからミュージシャンだけを選んでリストするみたいなことはあえて用意してないっていうしてない検索すれば出てくるしっていうぐらいの感じだし、うん、そういう思だねだからミュージシャンっていうまあ音楽っていうジャンルだけとっても、うん、もうゴリゴリのすごいヘビーメタルバンドもいるしでなんか本当ギター一本でね、うん、なんかとってもシンプルな活動をしてる人もいて、うん で民謡みたいな方もいるし、うん、だから本当それは本当それぞれ多種多様だと思うんでさら、うん、にそれが音楽界だけじゃなくて絵を描いているとか,とか、ね、小説描いているとかいろんなそのいろんな分野においてここ一つの同じ入れ物の中にみんな入れるといううん、うん、なあそ場合によってそこからコラボが作品コラボも生まれる可能性もあるわけだよねそうそうそうそ,うその通り、ねうん、そそう この間の間ノーバニティでさ、うん、野林とその話してたんだけど、うん、その例えばミュージシャンと絵描く人とかあの、うん、パフォーマンスする人とかがコラボレートして全く別のものを生み出し始めたらそれはすごく面白いよねっていう話で,、うん、でこれは野林がよく言ってるその掛け算ってやつなんだけど、うん、それが進むようになるにはまあなんだろうね やっぱりバンドとかだとさライブハウス出てると同じようなバンドばっかりが知り合いになっていくわけだけどうん、うん、そうじゃない、うん、異世界の人たちと会うっていうか出会う機会っていうのもとっても重要だと思うからミュージシャンにとってもしん、ね、あの刺激になればいいと思うしうん、うん、そういうい意味では、うん、作り手それぞれに、ね、とっても、うん、あの刺激になればいいなと思うけどねそこでねその<や>あの見る側 その作品を見る、うん、一般の見る人がそれを知ることもそうなんだけど登録しているミュージシャンやたちが他のミュージシャンなり,り、ね、アーティストをし知るという場にもなってる横のつながり勝手に広げてってくれても全然構わないしうち、ん、に連絡しないで動いてくれてもいいし逆に連絡もらって、うん、スピナーとも一緒にどうって言われたら。うん お面白いねってなるかもしれないしだからそういうねんかいろんな思いがけないことが起こってくっていうのもまあちょっと期待はしてるところではあるまだ起こってないけどねこれからこれからかなでもこういうグッズのコラボとかでこういう何て言うのかなんかこう何をしたいか魂胆が見えてきたじゃないですかまた言ってるけど見えてくるわけだからこれ作品のコラボでもいいんだよねって分かりやすそうそう。 してる気はする気すよね、うんうん、でこれがそれこそミュージシャン2組のコラボのものになる可能性だってあるわけでしょありありそういうのもありでそれがさありあり単純に作品の中でやってもいいわけだし、うん、全然 OK、ね、そもそもスピンアートってスピンアートあそう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 スピンアートなわけそうそう元はスピンアートっていう意味だった、うん うん、でスピンっていうのはぐるぐる回るっていう意味もあるんだけど、うん、あのでぐるぐる回るってあの、まあ、そのロゴがそのままそれを表してるんだけど、うん、そのいろんなものが混ざり合うってうことでもあったりするわけで,うんほで中国のほら引用のマークだったりもするじゃない、うん、そういうのって、うん、相対するものが混ざり合って面白くなるっていうような感じになってくと思うんで,、うん、でそれがいいなっていうのとあとスピンって言葉に「紡ぐ」って意味もあって。 だから<ー>まあだいぶ意味としてはあの優先順位下の方の意味なんだけどでもその「紡ぐ」ってだからアートを紡ぐっていう意味でもいいかなと思っていてなるほどね今日話してくれた魂胆が全部このロゴにタイトルに <laughs> ちゃんと入ってるわけですよね。<laughs> 大変だったんだからこういうの決めるの <laughs> 本当にもう。 あのもう一人の代表で木村稔さんっていうね人と一緒あのまあ彼がものすごくいろいろ力を貸してくれてようやくこれはやれてるんだけどあの厳しいのよやっぱりそこら辺の基準っていうのは。 なんだろうな俺なんかが最初にポッと思いつきで言ったことっていうのがちょっと甘かったりすると「うん、それ甘いんじゃね?」えとか言われて、うん、<laughs> でなんかねあのなかなかねあのちゃんとしたことをちゃんと考えてやらないと、うん、OK をいただけないという素晴らしい <laughs> あの基準になっているので、うん、私は頑張って彼の合格がもらえるように頑張るだけですよそ <laughs> そういうい意味では <laughs> それはれこのタイトルだ,レベルそうだしロゴの デザインもそうだし細部にわたって、うん、そうちゃんとその意見してくれる人がいるとい、ね、うそうぬるいことが全く許されないから、うんうん、いやほんとねあのレベルが高い、うん、野林も高いけど、うん、と思うよねほんとおかげさまでだから逆に迷った時聞けるから、うん、こういうのどう思うっていうと「ダメじゃん」とか言われて「はい」って <laughs> <laughs> そうですよねみたいな。<laughs> いや、でも楽しみだね。これがどういう風うにこの成長していくのかう,、ね、うん、ね、でどういうそのその掛け算とて言ってる。その化学反応的なことが起きていくのかね。うん、ねなんかね。あの物を作るってまあ、仕事をするのと同じで、うん、その今それをやってる人にとっては人生じゃない。うん、もう。うん 日常ライフスタだからその中でこうなんだろうねスピナートがあったからなんか面白いことできたよってなっていけばいいと思うんだよね、うん、一番ねやっぱりね。だからまあ、それこそ卓仁さんだってほら版譜とかでいろんなもの作ったりとかさ、うん、あの今 N 版画の、うん、えと改造とかそういう。うん なんか面白いことやってるわけじゃないそれをまあもう表現だと思ってるわけ、うん、俺はなんかだからそれをあのこういうこと思いついちゃったんだよっていうのをここでガンガン言ってってもらって、うん、でこれのいいのはさもう確か,確かなんだけど。 なんかそういうグッズも売ろうと思えば売れたような気がするんで、うん、場合によっては売り場にしてもらってもいいかもしれないしなまあちょっとそれはごめん木村さんに確認しないと忘れちゃったんだけど <laughs> 俺、うん、すぐ忘れちゃうから俺最近アートっていうふうに、うん、絞り込まなくていいんだよねっていう話、ね、本当表現っていうところで自分で何かやってみるっていうところなるほどね。 だってさ道具作ってる人例えばお箸とかさ、うん、フォークとかさあとは何だろうねあののこぎり作ってるとか金槌作ってるとかいろ、うんまあ、んな人いると思うんだけど、うん、でそういう人たちもおそらく作るにあたって自分の考えを、うんえー、ちゃんとこだわって入れてる人は入れてるはずだと思うわけよ。うんうん、でそこで生み出される何かそのもの、うん、まあアクセサリーでも何でもいいんだけどさあの服でも。 そそれこそジーンズ作ってますとかジャケット作ってますとかそういう人でもいいんだけどそういうのはやっぱり何だろうな何かしら自分の表現が入ってるだろうとは思っているのでまあ本当に商業的なことばっかり考えてその何てうの市場優先であのおもねて作ってるっていうんだったらまあそれはそれで違うとは思うかもしれないけれどもあのなんか自分がね思ってるまあ靴とかいろいろ デザインとかってあると思うんでそれはねあの表現物でいいと思うんで、ねうん、そうなんか技術って、うん、ある意味アートだよねと思うもんね例えば何か一つのことをその例えば会社から言われたから依頼されたからってそれをずっとやってる職人、うんうん、同じことをずっと何年もやってる職人だとしても、うん、ずっとやってるとそれが技術が高まって、うんうん、な,なんかアートになるよね。なななるなる,なる、ね、こうなんかこう 生み出す新しいアイディアで作るアートじゃないけども、うんうん、技術ってやっぱ特に日本のそういう伝統工芸的なものってそういうアートだよねなんか、うん、ずっと同じことをやり続けたりすることで生まれるアートみたいなところを感じるよね、うん、確かにねあると思うんだよね、うん、まあ宮大工なんかそうかもしれないもんね大工さんなんだけど 極めていっっったたたらあそこまで行ちゃみな人だったりすて条件がこうだから多分釘使っちゃダメ言われたことで「えっ?」てどっから始まってそれ生まれていくとかさ例えばそうこうやったらできんじゃねえになってったわけでそこはこだわりだからねきっとねまたぴっちり作るもんねすごいのどうやってんのこれって思う釘かこれ吸い付くようにピタッとなるみたいなね かっこい,いあれまあ憧れるっていう意味では刃物作る人とかねなんか見てて憧れるし、うん、でやっぱりアートだなって思うし、うん、あとは本当になんか。 なんてうのちょろちょろっとすごい絵描く人とかもやっぱりいるし俺たちの世界なんかだとデザインだからさなんかあのお客さんの前でさらさらっとこうイメージ図描ける人とかやっぱりいるのよ、うんで。それは商業的に描いてんだけどやっぱりなんかこう自分の考えをちゃんと表してるものだったりするしすごいなってそういう人たちいっぱいいるよねって思うんだよね。それによって多分 それを知ると他の人の心が揺れると思うんだよ、うん、きっとね、うん、なんかなんかすげえもう見ちゃったって感じになるんじゃないかと思ってて NHK、うん、の,の美「いい美の壺」を見てる感じああ<ー>、ね、あれいいよねあの番組ね本当あの気づけないポイントに気づかされるっていうかさ、うんうん、ああここねって思うよねあれってねうん、うん だから何か例えばさ料理とかもさアートじゃんアートの枠に入ってないんだけどこのスピナートの考えとしてはそれもありだよねっていうありありありっていうことだよねありあり職人の技術っていうのもそれだしそうありありそういう人もそう使えていくと面白いよね面白い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 すごくいいと思う だったっけ、の後ろの、あの。えっ、ー、と。あーあー、背面ね、うん。ステンレスだっけ、あれだっけ。うんうん、あれをさ、何だっけ。燕三条の、あ、だっけ。そのだっけ。新潟のね、うん。あれ、あそこを選んだっていう。うん、そそれこ、うん、それが結果的に。ね。あ、アートになるじゃないですか。アートってね。そう,そうそう。アートと同じなんだよね、扱いが、ね。うん、で、そのコラボみたいなものが、このスピナートの中で。生まれるっていうこと。可能性があるってことだよなそ。それがいいと思うんだよね。うん あのその i p o d 一台うち捨てずに取ってやる、うん、ある俺も取ってあるやっぱり捨てらんなってピッカピカのあれねあれピッカピカのやつ <laughs> すげえなと思って, <laughs> って<る>いやなんかねあの今時代的にそういう個人の時代にはだいぶ前からなってて、うん、あの例えばさ「得意を売りたいここなら」みたいなやつでそのなんていうかな 自分の得意なことを今までだったら会社を通してとかプロダクションに入ってとかフリーですよって言ってプロモーションをしてじゃないと仕事がもらえなかったけれどもなんかその個人の人がそういうサイトに載っけることによって仕事が得られやすくなってきたっていうのは時代としてあるんだけどだけどなんか俺は負の側面もちょっと感じていて何かっていうとその買い叩くための下地になってしまっているんだよね結局そう どん,どん単価、まあ、要は無名でね個人なんだから安くできるでしょうみたいなことを上からやられてるっていうことも多くてで結果的にまあ俺らみたいな会社としてやってる方も成り立ちにくくなってしまうと、うん、だから音楽もどんどんサブスクでいろんな人が聞いてくれるというメリットはあったんだけど、うん、単価がべらぼに安すぎちゃって、うん、昔の何分の1か 10分,100分の1ぐらいしかか収益が上が上ななくなってんのか今だからねもうそうなるとアマチュアの知られてないミュージシャンたちっていうのはちょっとやりづらいっていう状態になっちゃったりしてるからその便利さの影にある買い叩かれる状態っていうのがあのものすごく今あの実は潜在的な問題としてあるような気がしてるのね。 で理由はそれはあの技術をちょっとなめてる人たちっていうのが世の中には一定数いてどうしてもねこう便利に使おうとしてしまう思い通りに安い金で便利に使う相手に対するリスクペクトが足りない人たちっていうのがやっぱりいてそうなっちゃってるっていう文化が日本の場合はどうしてもあるので、うん、そうじゃなくて、えー、お金の交渉とかはまあ後で。 いいからやっぱりそのリスペクトのベースになるような思いとかそういうところを、うん、あの先にいっぱい伝えられる場所っていうのをとして機能した方がいいんじゃないかなと思っていて、うん、だってさ<う>通販サイトを見ててさ例えば同じようなお椀があってもさだとしたじゃん、うん、でそれがさちょっと気に入ったとするじゃん。うん とさ今その写真だけ見た場合同じようなのでもっと安いのが見つかりやすくなっていてうん、うん、っていう要は価格の競争になるじゃん、うん、そうするとダンピングが始まるよね、うん、っていうなるからその物がたくさんあって簡単に買えるからこそ起こる、えー、単純な価格比較みたいなことが起こるわけだけど、うんうん、じゃなくて もっとその例えば、どうしてこれはどういうふうにこれを作ってんるのかみたいなことがこんこんと語られて、うん、でそのバックストーリーに感動したら、うん、なんか高くたって買うじゃんっていうさ、うん、あだからバルミューダみたいなもんだよな、うん、バルミューダは会社としてそれを徹底してきて結果的に高くても買ってくれるっていうものを生み出してきたっていう経緯はあるよね確かににバルビューダにはね。うん なるほどね。そういう風うにね、なっていくといいと思っていて、また、うん、またはそういう出会いが増えればいいよねっていう気はしてるから、うん。確かにその伝えるっていう、ななんでこの製品を作ったのかこの作品を作ったのか、そう伝えるのが後回しになってる感じは確かにあるよね。うん、ね、なんかインパクト与えることとか広げるとかが優先になってて、うん、それありきでなきゃいけなかったものが。 なんか後回しにされる時代になっちゃったような気はするね。うん、確かに。だからここであえてそれを先にやりましょうよという本来の形にしましょうよっていうことが。 究極の表現っていうのは、うん、なんかそういう伝えるバックストーリーの説明なんかなくてもさ、うん、多分その作品一発で、まあ、コンテンツファーストっていう考え方だったらそうなんだと思うんだけど、うん、もう見た瞬間に人の心が動くっていうの、うん、まあ岡本太郎とかそうだと俺は思ってるんだけど、うん、なんじゃこりゃみたいになるっていうさなんかその作品の力っていうのがやっぱり 一番強くてつべこべ言わなくても人の心をぐっとわしづかみしちゃうみたいなのが、うん、まあ最良のパターンだとは俺は思うんだけれど、うん、まあそこまではなかなかいかないっていうことと、うん、あとはもう一つはその見る側の感受性がある程度ないというと、うん、その見る側のニーズも含めてそういうものがちょっとないと、うん、なんかなかなかそこまでかん立ち止まって考えてもらえないっていう状態にもなってきているから、うん、まあちょっと。 アート的に言うと最善ではないけどまあちょっとベターになる方向としての説明文というか、うん、そういうバックストーリーが載ってるサイトっていうふうん、な選択をしたんだよね、うん、結局ねだからそういうふうにそのサブスクがはやってそういうリスペクトされない時代になっちゃったからこそそれが必要だよって今なってるっていう考え方だもんねだから本来の形じゃないかもしれないけどまず伝えた方がいいでしょう そうじゃないものの時代になっちゃったから、うん、っていうことだよね。ベストはねコンテンツファーストで本当に、うん、まに、あ、音楽なんかもさちょっと聞いたら「うん、おおんじゃこりゃ!」って思えるぐらいのすげえもんは、うん、俺も作りたいと思ってるけれど、うん、でもさこの連載記事とかでももの作りでもそうなんだけどそれ自体がコンテンツになるわけだから。うん <laughs> 言葉がコンテンツになるわけだから説明書きがコンテンツになるってことじゃないですか思いを伝えるってこともコンテンツになるわけだからいいんだよねと感じるけどねありがとうございますねほら魂胆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 が見えてきたよいいかったいいかったほら真面目でしょ意外と意外今日真面目な話したね <laughs> <laughs> 俺らにしてはほらた,めたまにはちゃんとでもと俺と清水は普段はわりと真面目に話してるからなそうだねそういいなかなか答えの見えない複雑な話を、ね、<laughs> 割わりと真面目に話すよねうん、うんだ遅いんだよ返事が <laughs>、うん、いやあのえ本当にそうかなって一瞬思いましたから俺も俺も。<laughs> 本当にそうだったったけ <laughs> これ認めて大丈夫なんだっけってちょっと思っちゃったけど <laughs> でも本質的には真面目な話しかしないもんね鹿ではないけどな,なんだよ <laughs> 必ず間が空くんだよな鹿 <laughs> ではないいやあのー、結構複雑で奥の深い かつ答えのなかなか簡単に出ない話は多いよね、そういう意味ではね、世界情勢なんかも含めてね、でも、なんだろうね、なんか考えてることに意味はものすごくあると思ってるので、もちろん答えなんかないことが多いけど、でもまあ、考え続けて、お互い考えるキーワードを出し合うだけでも、だいぶ次、取っかかる手がかりになったりはしてるって、俺は思ってるから。 まあすごくいいと思うそういうことを何時間も飽きもせず話ができるっていうのはすごい貴重だなと思うよ、ね、<laughs> ほんとマジでまあ中学校の時からそうだからな、うん、きっとそうだね本当に <laughs> なに何あれは俺が何あそこであの後ろの席を振り返ったりしなければそうならずにんだなれそれで俺はいい人生を送れたはずなんだよ <laughs> どういうこと <laughs> だってさ <laughs> 自分の席の裏にさちょっと有名なやつがいたらそれはちょっとちょっかい出したくなるじゃんそこで黒縁眼鏡のちっちゃい男の子が振り返らなければ <laughs> <laughs> しかも丸坊主だもんね,ねみんなね <laughs> あれが全てのスタートですからねいやー不思議だよねだって <laughs> 君はだって野球部のエースだった人間がさ、うん、ところが実はなんか野球よりももしかしたらなんての音楽とか文章表現とかの方が興味があったんだろうな、うん、きっとだから、うん、何あの頃ろ書き始めたりとかさ、うん、やってたじゃん,なんか2人してで見せ合ったりしてさ。 考えてみたら野球部の人間となんかあの俺みたいな水泳部だけどがやることじゃないよね、本当は。うんうん、なんでそこ行ったかって言ったらまあ興味あったんだろうな。うん、で大体ね、俺があの音楽にはまっていまだにやり続けているのは君が中学時代にあんなカセットテープいっぱい聞かせたりしなければそうならなかったのよ、うん、きっとあのせいだから、君のせいだから、らお前のせいだ。せいにしながった <laughs> お前のせいだ, <laughs> だからスポーツと野球と<や>そういう表現っていうのをなんつうのかどっちがとかっていう考えはなかったよねだからうん、うん、そスポーツも表現だもんねだってねへえ<ー>そうなんだ,だからやるこ自分が好きでやることのなだけであってんかそういう感覚ではあったんじゃないあの頃は。 いやごめん俺はさほらスポーツそもそも苦手だから、うん、なんかね楽しいからやってはいたけど、うん、あんましそこに自分を投影はしてなかったんじゃないかななんか,なんか自分で練習すればするだけ上手くなるとかああ、まあ、なんかこう<え>コツをつかめばその何かがうまくできちゃうとかそういうことは同じだもんだってねあなるほどね。うん 白,い白い野球やるとかっていうのは初めてこんな話したねこんな何十年も <laughs> 確かにいやそうだねああえそもそもさ君にとってあの頃すでに音楽だのそういうなんだろうね、うん、ものを作るというか表現とかに興味があったのは何あれお姉ちゃんの影響なの そういうことでもないと思うんだけどねなんかまあ一番は一番はっていうのはその動機という意味ではねあの、うん、CD とかカセットテープに合わせて歌えなかったキーが合わないからそれが一番の動機ですよねだからみんなこの音楽かけたりテレビで音楽流れたりしてもさ合わせて歌って気持ちよく歌えるでしょ、うん、みんな。 俺はもう低すぎるか高すぎるかでもうえーってなっちゃう歌えないんですよカラオケいまだに歌えない理由はそこなんだ、はあ、キーが合わないそうキーが低いって言い続けてるもんね、うんま、だか合,、はあ、合唱とか音楽の時間にみん,なみんなで歌うとかは歌えないだ,だ音楽の成績は俺はあ、はあ、低かったんだよはあ、はあ、<laughs> だから歌えないから <laughs> うん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 、うん で、二先生にあの「要は俺はキーがおかしい他の人と違いすぎて歌えなくて当たり前」って言われた、うん、うまい下手の前にねキーが合わなすぎて、うん、そんでたた確かに音楽合わせて歌えないよねとか思ってて、うん、じゃあギターでいうとこのカポタスト使えばうん、うん、キー上げちゃえば低く。 さらに低オフターブを下げるみたいなことを分かってじゃあ自分で作りゃいいんじゃねってなったのが動機だからね音楽作始めたすげ逆に言うとアート表現で音楽を作り始めたんじゃないんだと思うよ多分だからきっかけはね歌いたいのに歌えないっていうもどかしさを何とかしたかったんだと思うんだよね。 まあでも歌いたいっていう欲求がだいぶ強くあったんだねそう,いう,ねそう歌うと気持ちいいっていうのはや野球やってるのと同じ理屈で<ー>歌うと気持ちいいの上、うん、うまい下手置いといてそれはあったけどそれはしかもギター弾きながら歌うと気持ち、ね、気持ちいいねって思ってたしうまくなりたいなってなっ,てったってすげえ いやほら普通の人ってだからその手前でやめちゃうんだよねきっとねんなんかだからなんか俺得意じゃねえなと思ったらやめちゃうっていうかさ、うん、それをなんかどうにかしてやってやろうに持ってったのがすげえなと思って今 <laughs> すごくはないけどだってなんかそこにチャレンジしたいっていうのはあるよね <laughs> うんいやいやいやでも結果的にでもその後さ、うん、あのさ歌うことに特化してボーカリストでバンドやるわけじゃないだからそれはね 普通、なかかなるほど無謀なだけってことかいや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 でもほら <laughs> ちゃんとほらいい曲結構書いたわけだしさ今でも書けようって思うけどいやいやだからさそれはなかなかね普通できないと思う逆に楽器うまかったり、うん、歌うまかったりしても曲書けないとかっていう人はまた逆に多いしねうん。 それのせいでだからあれだよあのなんだよ曲は書けるもんだって俺は思えたわけで、うん、ああやってやったら曲って書けるんだってなって、うん、だから真似して書き始めたりするわけで結構あの勝手に課題電話していつまでに何曲何,を何とかをテーマに何曲って勝手なな縛り作ってお前お前がな、うん、やったよな <laughs> 結構スパルタ、教育ではないんだけどスパルタ自分も含めてスパルタなことやってたよね本当ねだってさ大体今思えばよ今振り返ればよあの頃に例えばさクリスマスなんかを目前にしてさ自分でもクリスマスソング作んなきゃなってきっとうすうす思ってるんだと思うんだけどでその時に自分だけでんか苦労して作るの嫌でさ人にこう振って巻き込み込みたいだけなんでしょあんた。 ななんんかそ気するよまあおかげで作れたけどさいろいろでもそこに自分にそのなんつうのやらなきゃいけないそれを貸すってことは清水にもそれを与えたら清水もやるよねと思ったってのはあるよね二人で伸びれるじゃん成長するじゃんと思ったのはあるよねいやでも楽しかったよ例えば何がすごかったかっていうとさこっちもくちゃんに「 負けないレベルのものは作んなきゃって思ってるわけだいつでもやっぱり、うん、でだからいろんな新しいことを考えたりいろんなものを,、うん、をね参考にもしながらで自分が今まで作ったことのない世界観の中でものを作ろうとしたりとかってことをチャレンジするんだけど、うん、持ってくとさ炊く人は全く違うところからまた別のものを出してきたりするからさ <laughs> そこって思ったりしたこと何度もあるし。うん 面白いよねだからお互い予想ができないところでものを作るっていうさ、うん、で逆にその時さ、まあ、周り何人か他にも作る人いたじゃんでやっぱりそこに新しい発想が見えなかったりなんかして、うん、そのああまあそれは予想の範疇だよねなんて思ってたりもしてたから、うん、だからそこで予想を超えてくるっていうあたりがまあ刺激的だったんだよね、うん、きっとねっていうさ。うん なんかこっちもだからもっといいものを作ろうとしてるけど、うん、なんか油断してるともっとすごいの作られちゃうからっていうさのはあってそのお題を出した裏側にそ,あのそのお題を実現するための曲を作るっていうその裏側でそれぞれが独自に勉強しなきゃいけないじゃないですか。そそそそそう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  でそれは打ち合わせもしないし話しないじゃないですか、うんうん、だからなんかその感覚は面白かったんだよね。面白かったよね、うん、あそうね大輔なんかもさ一回あれは何の曲だろうやっぱいつかのクリスマスの曲だったかもしれないけど、うん、全く予想の外から全然違う感じの曲書いてきてさ、うん、そこってやっぱ思ったことあったななんか。 あいつなりにいろいろ考えたんだろうねあれねすごい面白かったもんね考えなきゃいけないっていうのは本当さ一人一人がやることであってね話をしたり打ち合わせをしたらできるわけではないし出来上がってからどういうあれだったのって聞くことであなるほどっていう刺激があるよね作品プラスそれをいきさつを聞くっていうのはねだからそのために何かお題だけ出して自分も含め 巻き,巻き込んで <laughs> やるという <laughs> もうでもすごく良かったのはさしかもそこで止まらずにその後例えばたくちゃんが作った曲を俺がバンドにアレンジして、うん、バンドでやってみるとか、うん、なんか俺が作った曲をたくちゃんがいじってバンドでやってみるとかっていうのあって、うん、だからまあそこでコラボにもなってたりしてて、うんうん、まあそういう面白さもあったからね。完成品に、うん 当時まあ今みたいに簡単にレコーディングできなかったからあの当時の音としては残ってないけどさああんままり残したくもないが下手くそだけどまあでもななんだろうやっぱりやってみても面白いと思うからだからそういうのがいろんな人の間で起こると面白いよねとは思うねなんかねそれがまあスピナーウトでやってることでもあると思うし。そうだよね この場を提供してあげてるっていうて、ね、<laughs> そうです、うん、スピナーと JP 一度見てみてくださいそうね <laughs> 自分なんかどうかなって思う人でもねあの連絡いただければ、うん、あのなんか無限にしたり絶対しないのでなんか表現その別にアート作品じゃなくても何かを表現してるっていうものが持ってる方は ぜひ登録してはいいんじゃないかなと。そう,そう,そう,そうぜひぜひ。ね、はい。じゃあ、拓人さんのあの、帆布、うん、とか、いろいろ作るものも待ってるので、よろしくお願いします。なかなかね <laughs>。なんでそこは引くんだよ。<laughs> なかなか、ね、できない。はいでいいだろう。はい。はい。はい。<laughs> はい、やります。<laughs> やった。<laughs> とりあえず俺の場合はユーチューブの動画だけでも載せてもらってるっていうところで首の皮一枚繋げてもらってるっていう状態で言いますけど <laughs> あれ待って面白いじゃんこうやってそれもさ一つの表現だからそれはそれでいいよねって思う、うん、そういうのでもいいよねって話していいよねって思う、うん、全然 OK、ね、写真でもいいよねいいよそういう写真最近写真のそういうの っっちゃった感じするしな、うん、どう何でも動画になってっちゃうったのがあったら逆に静止画って面白いと思う思い始めてるし面白いと思う,、うん、と思う絵としての静止画いいと思うんだよねいや声かけてんだけどねカメラマンの方がなかなか乗ってきてくれないのよスピナーとにも多分3人ぐらいしか乗ってないんじゃないんでやっぱりなんだろうねあのパクられるとか思ってるのかもしれないなあのなど、ね、あんまりね こうカメラマンの方からの反応はよくない。うん、そうなんだ森を見ては声かけてるんだけど、うんうん、まぜ、あ、ひ写真作品なんてそれこそグッズにしやすいし、うんね、あの一緒にねなんかいろいろ展開してたら面白いしアルバムジャケットの素材とかの、ね、のコラボとかさ、うんね、絶対いいと思うね。それを見た ミュージシャンがあなたの写真使わせてくださいとか言ってくるようになったら最高だと思すう。ね。その写真を見てこの曲が生まれましたとかさ。あ素晴らしいね。ね。そういうのはあったって面白いしね。うん、あってもいいよ、ね。いいと思う。いいと思う。いいと思うね、そういうバンジ体ってことだもんね。そうそう。なったらいと。な 逆にあの本当あのご協力いただいていつもありがとうございますなんだけどほんとこれからもよろしくお願いしますウェブ技術のとこだけだから、うん、俺は手伝ってるのはいやいやいやウェブがなければこんなのやれないんで <laughs> 本当にマジでよろしくお願いしますぜひ成長を楽しみにしておりますスピナーと頑張ります <laughs> はい頑張ります <laughs> に終わったいいいいのの大え夫落ちとかなくていいの何なのこの笑かして終われないと不安になるこのるね。ちょっとこの心がざわつくこの感じ落ち着かない感じしかもさなんか今話しながらさここ使うなこいつきっとと思ってれ最後ね使うんだなって明らかに使います <laughs> やべえやべえやべえ <laughs> いいんですよそんないつもお笑,かさお笑いの芸人さんプロの芸人さんじゃないんですから <laughs> ねあなたはちょっと勘違いしてるからし、ね、何を目指してるんですかって話になっちゃうからねでもなんかあのアマチュアでも m 1は出れるらしいので <laughs> あの目指すというなら乗ってもいいですよ、ね、目指すん <laughs> いやだって面白いじゃんなんかさ60代とかの,、うん、あのドアマチュアが m 1に出てもしまくり間違ってさ、まあ、決勝は無理だろうけどまあ、何回戦かに出てたら話題になるぜ、うん、きっと、ね、それだけで何も賞取れなくても、うん、あのレギュラーもらえそう可能性が出てくるよね。そ<う> <laughs> ちょっとぐらいどっかには出れるかもしれないぞなんてだって1回戦突破しただけでもだいぶ珍しいだろそんなドアマチュアが、ね、うんそれはちょっとやってみても面白いかもしれないじゃん一生の中で君がやれる <laughs> <laughs> あ 錦鯉さんね、もう最近。平気であれの真似して、うちの神様、僕の頭をペチペチしてるんです。<laughs> どうなんですか。<laughs> どうなんですか。いいことですね。<laughs> いいことですね。よくないし。ペチペチ痛い、痛いんだ。結構。もう、錦鯉さんの。雷と。かさう、雷。雷の。雷の匠だよ。うん <laughs> もう本当もうみんなこの,坊主の人はたかれキャラだからななあのね、うん、栃木テレビとかは出てるよ <laughs> 結構、うん、茨城なのに彼ら <laughs> 茨城対栃木のあれはそうそうそう逆にあ、まあ、U 字工事も坊主だもんね U 字工事はよく見るよねなんかああ彼らをねどんどん頑張ってるから安定してきたよねなんかねいい人気ネタで <laughs> やばいやばいやばい <laughs> ここからお笑いの話したらあと1時間後だ <laughs> よし止めるよはい、はい、ありがとうございます